これサフィニアと申します。ご存知の方もいらっしゃると思いますけどね、この花はお酒のサントリー、ここが作ったね、新種の花でございます。これ、はい、合わせて今度は進行方向右側ご覧ください。このちょうど中腹のあたり右側、今松がね7本ばかり植えてありますけれどもね、これ実は、先月になりますが秋篠宮の両妃殿下こちらお見えになりましてね、10年ぶりにお手植えの松、これ実は2本あるんですけど、それに肥料をおやりになりました、なかなかにぎやかな一日でございましたけどね。はい、ご覧ください、右側に咲いてる花、これがサフィニアでございます。はい、今ちょうど楓橋入ってまいります。この橋を出ましたらね、私合図しますんで、すぐ右側をご覧ください。はい、今です。どうぞ。右側に咲いてるね、この黄色い花、これゴールデンボーダー、別名カナディアンローズと言います。これ名前の通り実はバラなんですが、このバラ実は棘がほとんどありません。はい、変わりまして今度はね、進行方向右側ご覧ください。この白い壁の館、これ中国庭園でございます。実はこれ10年前の花博で作ったお庭でございます。この右側の大きな石の鳥居、それと奥の屋根、瓦、これすべて中国本土から持ってまいりました。ただなんですけどね、実は材料だけではなくて、なんとですね、職人さんも一緒に連れてきたんですね、これ。それでこの庭園はすべて中国の職人さんが作った庭園でございます。はい、ちょうどね、進行方向左側、今度はご覧ください。今お花畑満開でございます。はい、進行方向向かって今度は右側ご覧ください。はい、ちょうど真横ですね、ちょっと後ろの方、今ちょうどイタリア庭園がありましてね、その周りもうバラが満開でございます。なかなか綺麗なバラでございます。今日は奥の花火の庭、モネの庭にこれからいらっしゃると思うんですが、こんな天気ですけどもね、帰りもしお時間あるようでしたら、このイタリア庭園にお寄りください。ちょっとこのバラはね、一見の価値があります。はい、今ちょうど、竹橋を通過いたしました。それとですね、今朝の情報ですけれども、これからいらっしゃるモネの庭。